とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、コメントをいただきました。ありがとうございます。コメントによりますと、ステータスのパワー、スピリット、ディフェンス、メンタル、これがちょっとわかりづらいよっていうことだったね。ということで今日はステータスについて説明します。まずステータス、こういう感じであるよね。まず攻撃力、これは装備してる武器の数値で、防御力が、装備してる防具、頭、体、そしてファッション、お出かけとかそういうのの合計の値が防御力となります。で、HP はもうそのまんまだね。食らってゼロになると倒れちゃうっていう、その数値が HP です。で、パワーは物理攻撃だね。直接殴って攻撃するようなのがパワーです。分かりやすいところで言うと、剣豪ベニマル、こいつは剣で直接攻撃するよね。こういうのはパワーでダメージが決まってきます。なのでスピリットを上げても意味のないキャラクターだね。で、逆にブルームーン、これは魔法を使って攻撃するでしょう。この魔法がスピリットが高ければ高いほどダメージが上がります。パワーを上げても意味がないキャラクターだね。で、ワイルドボーイ、これ銃を撃って攻撃するでしょう。これはスピリットの数値となっております。必殺技も、銃からレーザーとかを出してね、攻撃するんで、これはスピリットです。まあ簡単な見分け方としては、ちょっとそうでもないやつもいるんだけども、遠距離攻撃がスピリットで、近距離攻撃がパワーで、大体合ってると思います。千秋先輩なんかもね、スカイスネーカー、音で、遠距離攻撃します。これは完全なスピリットとなるし、ザ・バイパーだね。こいつは直接、ぶん殴って攻撃する。これはパワーの数値で、ダメージが変わってきます。ほとんどのキャラクターがステータスの得意な方が高く設定されてます。まあ、それを見て、その高く設定されてる方を伸ばしてやるとダメージが増えていくので、おすすめです。ただそうでもないキャラクターがいるのよ。それがアースウォーカーノア、アースウォーカー、そしてティーダイン、ラストティーダイン、そのあたりだねが、パワーとスピリットがちょっと微妙にずれてるところがあるのよね。アースウォーカーノアはパワーの方が低めで、スピリットの方が高くなってます。まあ、アースウォーカーもそのまんま一緒なんだけどね。で、こいつらが、グランゾーとネコスカドライブが一番強い必殺技になるのよ。なので、元々のステータスはこうだけども、パワーを強めに上げていった方がいいです。まあ例外がね、いくつかいるっていうことを覚えておいてください。そして必殺技のパワー型、スピリット型でちょっと分かりづらいやつとかもあるよね。例えば T ライン、ラスト T ラインの氷塊ゼロストーム、これはまあ槍で突くんだけども、まあ、突くと同時に氷も発射されるよねとか、あとはディープシャドウゾリアックのクイーンズブリザード、まあ、剣で切るけども、その先には氷が発生してるよねっていう、そうちょっと分かりづらいやつがあると思います。まあ、それに関しては、自分で調べてみると一番早いよね。その装備をつけて、で、食べ物にこれローストビーフとポワレ、この2つを装備して、食べて攻撃を当てる。それをやって調べてみるといいです。ポワレを食べた時にダメージが増えたらば、それはスピリット型の必殺技っていうことで、ローストビーフを食べて
ダメージが上がったならば、それはパワー系の必殺技ということですね。そういう風に調べるようにしてみてください。そして残り2つのステータスですね。ディフェンス、メンタル。まずディフェンスなんだけども、敵から近接攻撃を受けたもの、それが、ディフェンスが高ければ軽減されます。で、敵からの遠距離攻撃を受けたとき、メンタルが高ければダメージが軽減される。まあ一緒だよね、パワースピリットと。ディフェンスは、まあ近接攻撃、もうぶん殴られたりとか、剣で切られたりした時の防御力。で、メンタルが遠距離攻撃や魔法みたいな攻撃を食らった時に、ダメージを軽減するのがメンタル。そういう風になります。まあとりあえず、ステータスはこんな感じです。全部ね、まんべんなく上げれば問題ないと思うので、おすすめ装備、これです。レアメタルピンバッジ。全ステータスが常に100アップする。もうパワー、スピリット、ディフェンス、メンタル、全部が100上がるので、これを装備してれば間違いないです。はい。作ってみてください。今日はね、ステータスについて説明させていただきました。どうですかね？わかりやすかったですかね？はい。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。